パーマーは、アメリカ海軍の駆逐艦、総海駆逐艦、ウィックス級駆逐艦の一隻。艦名は、米北戦争と南北戦争で活躍したジェームズシェッテン、パーマー少将にちなむ。その名を持つ艦としては初代。パーマーは、マサチューセッツ州クインシーのフォアリバー造船所で1918年5月29日に寄港し、8月18日に、 ロバート C ・ヒラード・プ人によって、浸水、艦長、RR ・スチュワート中佐の指揮下1918年11月22日に収益する。竣工後は、太平洋艦隊に編入されて演習に参加したが、1922年5月31日にサンディエゴで予備艦となった。1940年8月7日、パーマーは現役に復帰するが、 まもなく総海駆逐艦に改装される。1940年11月19日付で DMS-5 に再分類され、大西洋側に移って、第19機雷軍に加わる傍らで、ノーホークを起点に、大西洋とカリブ海方面で、戦団護衛に従事した。1942年10月24日、パーマーは、第34任務部隊と共に、北アフリカに向かい、 11月7日にフェドハラ沖に到着して敵前総会を実施。翌8日には敵の沿岸砲台と交戦し、フランス総会帝、ジョゼフ・エリーゼを打破した。12月12日からは北アフリカ方面で紹介と、戦団護衛の任務につき、1943年中は北西大西洋とカリブ海での戦団護衛任務に復帰した。 大西洋方面の任務を終えた後、パーマーは太平洋方面に移る。サンディエゴに移り、新珠湾に進出後、第53任務部隊に加わる。1944年1月22日に、クエゼリンの戦いのため出撃し、2月12日までマーシャル諸島方面に残る。クエゼリン艦将占領後しばらくの間は、新珠湾と全身基地マジュロの間の戦断声を、 行った。6月の裁判の戦いには2日間参加し、6月13日には5時間、あまり総会を行って、上陸部隊の安全を確保する。その後、エニウェト区間省での総会作業に当たったため、6月19日のマリアナ沖海戦の影響は受けなかった。6月22日からは、サイパン島沖に戻って7月8日まで総会作業を続けた。ついで、 グアムの戦いに転戦し、7月22日から5日間に、渡ってアプラミナ島沖で上陸部隊の援護と総会作業に当たる。マリアナ諸島での一連の戦いを終えた後、真珠湾に帰島。フィリピン奪還作戦の準備に入った。駆逐艦から総会艇に転用されたパーマーはすでにベテランの域に達していたが、フィリピンにおいても活躍は目覚ましかった。 マヌス島に進出後、パーマーは上陸部隊を乗せた艦船を引き連れて10月17日のレーテ湾に到着し、白紙の総会を実施。3日後の10月20日にレーテ島の戦いが始まり、パーマーは輸送船の護衛とすり顔海峡の総会を行った後、レーテ沖海戦が起こる前夜の10月23日にマヌス島に帰島した。 1944年12月23日、パーマーは、ルソン島の日本軍を打倒する上陸部隊の随伴の、ためマルス島を出撃する。部隊は途中、神風特別攻撃隊などの攻撃を受けるが構わず、進撃し、1945年1月7日に、リンガエワンに到着。パーマーは空襲下で、強行総会を開始した。15時45分。 作業中のパーマーで爆発が起こり、タービンがダウンする。パーマーは、左限機だけを作動させながら、修理に当たったが、18時40分頃に、低空で飛来してきた総発の日本機がパーマーに、対して爆弾を投じ、2発が左限側に命中した。爆発で生じた火災が、弾薬に引火して、高く立ち上り、パーマーは6分ほどで沈没した。 パーマーの乗組員のうち2名が戦手死し26名が行方不明、38名が負傷した。沈没一致は北緯16度20分統計120度10分、北緯16.333度統計120.167度、16.333120.167と記録されている。パーマーは第二次世界大戦の功績で5個の従軍聖賞を受賞した。 アメリカ側記録では、以上のように通常の爆撃によるものとしているが、神風攻撃で負傷した経歴を持つジャーナリストのデニス・ウォーナーは、パーマーの沈没原因を神風攻撃によるものとしている。ありがとうございます。